So I got a nice little mic so I could talk to you guys, but not this one. This one right here. Today we're talking about drinking in public in Japan during the C virus. Natsukashidaro! Yahoo News で見つけた記事を紹介したいと思います。いやいや。リンクを載せるので、ぜひ、興味を持っている方、チェックしてみてください。それでは、どうしても飲みたい人々、路上だけでなく、電車、喫煙所、オフィスにも増殖。ちょっとね、ちょっとやばいですね。やばいけど、まあ、でも、なんとなくわかりますね。で、なんでお酒そんなに飲みたいかって言うと、やっぱりね、まあ記事に書いてあるんですけど、気分の切り替えに役に立つですね。で、確かなんかあんまり普段お酒飲んでない人は、まあ我慢すればいいんじゃんって思っちゃうんですよね。まあとにかく我慢すればいいと思ってる人もいるんですよね。それは確かに自分の意見だと、まあそうですね、自宅で飲んだらいいけど、まあ、普段あんまり飲んでないし、まあめちゃくちゃあれですね、ストレス発散に居酒屋とか、まあ外に行って外食したり、まあ、お酒飲んだり、まあ友達と一緒に話したりワイワイする人もいるんだよね。まあほとんど全員でしょ。なんかみんなとにかくね、ストレス発散したいんですよね。ただそうですよね、1ヶ月とかだったらいいんですけど、でもあれもう、いや、1年以上もう2年になりますよね。いや、我慢するところじゃないんですよね。乗り越えるためにみんなが協力して、なんとかね、なんとかしないと。そうですね、なんていうの、まあ、現実逃避ばっかりだとね、いいことないですよね。Alright, sorry, no more jokes. Okay, alright. This is too serious. Topic too serious, guys. まあ、C virus の感染拡大によって飲食店の営業時間短縮が続いたことで出現した飲酒難民。路上飲みを始めるなどして、まあ、東京都から注意、喚起されることばっかりね。まあ、喚起されるばっかりか、生活サイクルまで乱れてしまう例が、まあ、相次いでるらしい。ね、難しいよなぁ。確かにね、どう思うんだよね。路上飲みって、まあでも、確かに、酒場とか居酒屋やレストランが、まあ閉まったら、まあしょうがないって思ってる人もいるんですけど、まあさっき言ったけど、まあ早めに帰って、自宅で飲めばいいじゃんって思ってる人もいるんですよね。難しいよな。飲酒難民って。The 飲酒難民 blues, baby! それ、まん延防止装置が適用され、また飲食店へ午後までの時短営業協力要請が出された。何回もね、その緊急事態宣言。何回も何回もね、Emergency! Emergency! Emergency! 居酒屋が集まる。繁華街の公園や駅前、コミュニ前と、まあ、ありとあり得るところで缶ビールや缶チューハイを飲む人が増え、落ちました。だって、This, that's what it says. まあ、この記事でね、このリポートで。うん。まあ、それが悪いかどうか、正直わかりませんって書いてあるんですけど、確かに難しいんですよね。はあ、確かにそれは、まあ、嫌がる人も普通にいると思いますよ。もちろん。ただ、そうだね。まあ、さっき言ったんですけど、やっぱり、その飲むところがだんだんなくなったら、まあ、当然、外で飲む人が増えるんだよね。それは、まあ、ちょっと当たり前なんじゃないですか。多分、そうだね。でも、嫌がる人もいるから、なんかある程度ね、もうここは日本ですからね、平和、もう平和を守るために、そうだね。まあ、迷惑かけなければ、大丈夫じゃないかな。でも確かにそうですね。まあ何、家族が公園で
遊んでるところを見て、そして何真横にめっちゃ酔っ払ってるおじさんたちがいたらちょっとね、違和感を感じるんだよね。間違いない。まあ、まあ、それをちょっと置いておいて、仮の電池の飲酒率が格段に上がりました。最初は酒臭いとか恥ずかしいとか思っていましたが、私もついにって方やりますよね。あのインタビューされてる方が結構出てくるんで面白いですね。うん、あの特急券を購入し、あの指定席に確実に座れる特急やグリーン車内で酒を飲む人は以前からいたが、週末の夜などはもはや宴会状態になっていることもあるという、まあ、それはそうですね、結構やばいじゃないですか、まあ、ちょっとね、てんてんてん。次はこの、あの島内の兄弟商業ビール内で、清掃作業員としてあの働く人の、意見なんですけど、ちょっと、まあ、見てみましょう。以前はありえなかったんですけど、 C ヴァイルスになってビル内の喫煙所で酒を飲んでる人を多く見かけるようになりました。やばいね。特に禁止されてるわけではないし、まあ仕事終わりなら問題もないのかもしれませんが、てんてんてん。そらどうかな。喫煙所で飲むってすごいな。でも確かに、もう、賭博吸んでる人に、まあ、吸いながらビール飲むってすごいな。うん。うん、ちょっとあまり理解できないですね。あの僕はタバコ吸わないんで。でもまあでも確かに、わかんないですね結論わかんない。で次はこの埼玉県、在住の大手商社社員の意見なんですよね。あの30代 OK 一人のみだから早く酔って、うん、まあそうですね、酔うんだよね。酔って適量しか飲めないと思われてますが、違いますよって。私も帰宅時の、電車で酒を飲んでいましたが、それがどんどん広がりは、移動の際には帰宅時でなくて、でなくても酒を飲むようになってしまいました。すごいな。そうだね、結構エスカレートしたんだよね、だん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 。なるほど。タクシーやバスでも酒がないと落ち着かない。やばい休日子供たちと動物園や美術館に行くときも、こっそりスイートにレモンチューハイを入れていく。やばいね、すごいレベル高、すごいね。あーでもね、なんかね、やっぱりね、そのストレスによってまあ人間って変わりますよね、その行動。まあ以前ありえなかったことが当たり前のようになってしまうんだよね。どう考えても飲みすぎなんですよね。ただやっぱりこの人はね、あの普段まあ飲みに行ったんだけど、その機会がだんだんなくなって、まあそうだな、その飲む機会、そのストレス発散機会がだんだん減ったら、まあこうなるんですかね。うん、まあ、まあ気持ちはわかるけどね。でもなんていうの、まあアル中になりかけてるんだよね。あのお酒がないと落ち着かないというのはちょっと危険ですね。何でもそうですけどね、もちろんチョコレートでも、わぁ、sorry タバコでもそうだし、なんかギャンブルとかね、いろんな、まあね、中毒性のあるものだったらやっぱり気をつけないと。 The world's going crazy! 緊急事態宣言ってみんな騒いでるけど、やっぱりね、それだけじゃなくて、やっぱりそうですね、まあこの環境だとやっぱりストレスがどんどん増えて、何よりもストレスが怖いんですよね。ストレスとか、あとお酒もね、飲みすぎ人とか。でもその原因、そのお酒が悪いんじゃなくて、やっぱりそのストレスが悪いんです。そのきっかけですね。その、あの、お酒を大量に飲む理由を考えないとね。そうですな。でもみんな気をつけてください。本当に、あの、何を、なんか、あれですね、コムテにどう考えてるか。まあ、どう考えてるか。なんか、コメントとか、高評価でも、チャンネル登録もお願いします。